頭でっかちでも体力ばかりでも足りない。目指すは大人に負けない人間力。子どもたちの無限の可能性を信じて第9回目。失敗と苦しみの中でその1。親しい人との別れの3月から桜咲く4月に入り、新たな出会いの中でいろいろな未来が始まろうとしています。自分自身のことを振り返ると、高校を卒業して1年間自宅で浪人した後に、志望した大学に入学できた若き日のあの時、大学を卒業し新任教師として赴任した岩沼市立玉浦中学校、甲斐バンドのヒーローを聴きながら、その時の自分だと重ね合わせていたあの頃、今振り返っても胸の鼓動が高鳴る思いがします。若さとはそのものが未来であり可能性でもあります。いいですね、若さって。昨年の今頃、中田中学校での任期を終了する間際、さて次は何をしようかと悩んでいた時に、豊里中学校で講師をしませんかと温かい声をかけていただきました。根っからの怠け者なので、働かないとあっという間に老け込んでしまうと思い、老骨に鞭打って講師を続けることにしました。豊里は初めての勤務なので、県内のいろいろなところに勤務した私でも不安でした。1年経った今、豊里中学校の子どもたちとの出会い、保護者の皆さんの温かさに触れて、この中学校で1年間を過ごすことができてよかったとしみじみ思います。もちろん楽しいことばかりではありません。こちらの気持ちを理解してもらえない辛さや悲しみもありました。そんな時、先生と声をかけてくれる生徒たちは私の活動のエネルギーとなりました。教師という職業は、子どもたちや保護者の方々と直接接する仕事なので、緊張感も半端ではありません。その緊張感も月日が経つうちに消えて、学校行事や部活動を通じて笑い涙しながら思い出が心のひだに深く刻まれるのです。このようなことを繰り返しながら45年間教師を続けてくることができました。一つ一つの出来事、一人一人の教え子たち、保護者の方々との出会いは、私の大切な思い出の宝物です。新しい土地で仕事を始めたり、何かに挑戦することは、期待に胸を膨らませる以上に不安があります。これは新人であろうとベテランであろうと変わらないと思います。私が T 中学校に勤務していた時のこと、入学時からいろいろな問題を起こす生徒がいました。この T 中学校は県内でも生徒指導困難校として、あれに荒れた学校でしたが、 PTA の方々や教師集団が一枚岩になって立て直し、スポーツ面でも文化面でも県内トップの中学校に変身していたので、余計にその生徒の行動が表面に浮き出ていました。当時生徒指導主事業だった私が、なんとかいろいろ頑張ってその生徒を更生させようとしていましたが、度重なる問題行動が後を絶たず、どうしようもなくなってその生徒に体罰を加えてしまいました。その結果、新聞やテレビのニュースで報道されて、750人いた P
PTA の臨時総会で土下座をして謝罪しました。苦しかった、つらかった、涙が止めどなく流れて頭を上げることができなくなりました。何が正義で何が悪なのかわからなくなった気持ちが心中を駆け巡りました。警察から事情聴取され、その後もうやめよう、多くの方々に迷惑をかけてこのまま教師なんかやってられないという思いで辞表を書く決意をしました。その辞表を提出する間際、机の中のものを片付けようとして引き出しを開けると、一枚の原稿用紙にびっしりと書かれた手紙が入っていました。大好きな尊敬するある国語の先生からの手紙でした。私が辞職するだろうと予測して の手紙です。T 中学校に赴任してから9ヶ月。かつては考えられなかったと多くの人が異口同音に立派な立ち直りぶりに高く評価していることにさもあらんと納得できる先生方の奮闘ぶりに私はただ共感と感動を覚えたものです。その先頭に立ち、生徒はもちろん教師集団を激励、指導助言し、事細かに学級学年経営に力を傾け、学校経営の大きな一翼を担う公務文書を立派にこなしてきたのが和彦先生でした。時には若さを感じさせない発想力と行動と指導ぶりに恐れ入ったり刺激を受けたりしたものです。仕事が仕事なだけに日頃のご苦労も大変なものがあったと思いますが、愚痴を言わずに信念を持って取り組んでこられましたね。特に正義感の強い中途半端なことを嫌う根性のある先生の指導は、時には愛の鞭は厳しすぎても生徒を愛する気持ちは誰にも負けないことから、生徒にも教師集団にも親にも受け入れてもらってきたはずです。真心のこもったいつも生徒の心を大切にした先生の指導は、私など大いに啓発されてきたものです。今回残念なことに、本当に残念なことに、いくつかの行き違いが絡んで、あなたの努力と誠意と好意と愛情と正義が全く認められず、世間に卑劣されてしまったこと、同僚の一人として本当に無念でなりません。先生の悔しさ、苦しみの胸中、思い余るものがあります。しかし、それに負けてはいけません。先生の素晴らしさを分かってもらうためにも、あなたの信念をぜひ貫き通してほしいと念じています。弱音なんて似合わない先生です。あの元気のある声で気合を入れる先生の姿は、T 中学校にはなくてならないものです。T 中学校の大切な柱の一本として、これからも私たちの頼れる先生の一人となって、バリバリ活躍してくれることを切に願っている一人です。激励の気持ちは強いのですが、十分に伝えきれないもどかしさを残しています。ご判読ください。その手紙を読んでいくうちに、次から次へと涙がポトポト流れ落ち、ありがたくて嬉しくて、そして悲しくて、誰の言葉より私の心の励ましでした。批判と罵声の中で、その手紙をいつもそばに置いて、1年間、
必死に耐えながら T 中学校での任務を終了し、平成4年4月に Y 中学校に転勤しました。事務長先生から受け取った封筒を持ち、不安の中で事務引き継ぎに行ったとき、校長先生からこんな言葉をいただきました。私はお前なんかこの学校に取りたくなかった。不祥事を起こしてのうのうと過ごし、35歳も過ぎようとするのに、こんな封筒を持ってくる教師に未来などない。ここで勤務したかったら土下座しろ。唇をかみしめながらひざまずき、校長室の床に頭をこすりつけたつけて土下座した。その時から私の Y 中学校の1年目が始まりました。以下、次号に続きます。